皆さんこんにちは、くたらぎです。山内さん、ポリフォニーデジタルの皆さん、そして全世界のグランツーリスモファンの皆さん、グランツーリスモ誕生25周年おめでとうございます。プレイステーションが発売されてから3年後の1997年ですよね。満を持してグランツーリスモはこの世に誕生しました。それまでのゲームというのがどうしても氷の上を滑ってるであるとか、もしくはおもちゃのような車が動いてるっていう感覚がどうしても拭えなかったんですが、物理演算を導入してリフレクションマッピングを導入してと、さまざまなことを、新しいチャレンジをしながら、本当に実際の車を運転する感覚っていうのを毎回毎回シリーズを重ねるごとに強化していってくれたということと同時に、私の夢でもあり、それからチームの皆さんの夢でもあったと思いますが、実際自分たちがここに行きたいとか、もしくはここを走りたいと思っているコースをどんどん収録していってくれて、その上で車をドライビングする楽しみ、みんなと競争する楽しみっていうのをここまで磨き上げたチームに本当に感謝したいと同時にですね、そのチームをここまで引っ張ってきてくれたファンの皆さんに私から熱くお礼を申し上げたいと思います。これから多分もっともっとすごいゲームが、もっともっとすごいグランツーリスモの次回作が、もしくはアドホックがですね、これが出てくると思いますが、本当に楽しみにしています。ぜひこのファンの皆さんも温かい声援をお待ちしています。どうもありがとうございました。